はい、吉田隆の教え方チャンネルです。えー、今日は通知表の記入、えー、特にです、ね、行動の記録、これをどう評価するのかについてお話しさせていただきます。はいえー、小学校の通知表は通常、左側のところに成績ですね、えー、丸とか二重丸とか、あるいは321というまあ評定がついています。えー、一方、右側の方にはです、ね、行動の記録というところが、ね、あると思います。この行動の記録の出どころはですね、 小学校のの指導要録によるものですね、えー、まあ最終的に指導要録に記録をしなければいけないので、まあ、それに合わせて、ね、通知表でも記入しておきましょうという考えからだと思いますね。えー、文部科学省からでは、ね、この評価の仕方と,としては、丸か丸なしで評価するとこういうふうになっています。 ですがでですね小学校では実際に私のいた学校なんかですと20丸丸丸なしという評価が多かったように思いますねさあこの20丸丸丸なしをどうつけるかということなんですよね、えー、ま例えば基本的な生活習慣このままの言葉では出てないと思うんですけどもね、えー、まこれにつけ ついてはですね例えば、開項目が設けてある通知表もありました、ね挨拶ができるかとかね、えー、忘れ物をしないだとか、身の前の整理整頓ができているかということでね、まあ、こういうような開項目を元につけてるんですよというふうになってるんですけどもね、でもね、責任感って、じゃあ、どうするどう評価すればいいんでしょうね、思いやりや協力ね、それから公正・公平に関わるところなんて非常に難しいですよね。 まあ、若くて私、何も知らなかったころはです、ねまあ、ここをつけるためにです、ね、忘れ物のチェック票、ねえー、それから机の整理整頓のチェック表、だとか、ね、発言回数とか係、ねえー、の活動の様子なんてことも事、ね、細かに表にまとめてお、えーね、いたんですけどももう、ねえー、それをやったとしても主観は入らざるをえませんね。 えー、ですから、もうそうそですね2、3年それ続けたあとは自分の日頃からの観察をもとに評価するというふうに決めました、えー、さらにはですね、えー、できるだけいいところを見つけて褒めるというふうに評価の仕方を変えましたどうしてそうかというと例えばですね思いやり強力のところに丸がなかったとします それはまあ思いやり協力に関する行動がなかったと、ね、まあ、行動の記録ですからというふうに言うんでと思うんですけどもね、でもですね読む方はどうでしょうね、え、うちの子ってやっぱり思いやりがない子なのと、行動の背景にはね、どうしても人格という部分がうっすら映ってきますから、えーね、もらった側としてはそういう子なのっていうふうに取られてしまいますよね、思いやりが全くない子って、私はまずいないと思いますね。 それから公正公平ね、まあ、一度か二度ね、嘘をついたりね、意地悪をしたと、それをもってね、じゃあ公正な、不公正なことばっかりしてるかなると、こういう評価の仕方私はできないと思うんですよね。またはですね丸は一個もないと ねまあ、学級でさまざまな問題活動している子、ねえー、にどうしてもこういう評価つきがちなんですけどもじゃあ、その子って本当にいいところ1個もないのというふうに、ねえー、考えると私はですねやはり良いところを見つけて褒めるという考え方でここは評価していくべきだと思いますね、えー、そもそもですね、えー、人格に関わるようなところへの評価は教師は慎重であるべきだと思いますね私たちは神様じゃないんですから。 人のね、人柄なんてね、えー、評価するっていうのはまず不可能だと思っています。えー、それからね、もしね、伝える必要のあることについては口頭で話をすると。実はこういう気がかいな行動が二度ほどあったんですけどもね、お母さん、なんかそのことについて家庭で話しましたとか、家庭でもこういうようなことありますというような形でね、えー、そういうことは直接話をして伝えていくべきで、この評価のところに残していくっていうのは私はあまり賛成はできませんね。 ですから管理職時代もですね、丸が1個もないなんて評価おかしいですよというような話を先生方にしました。えー、まあ、これはね、あくまで私のこのね、評価の仕方の考え方ですけれどもね、えー、先生方、そういう考え方もあるんだということをぜひね、頭に置いてですね、この行動の記録、評価していただきたいと思います。えー、なおですね、通知表所見の書き方という動画をアップしています。 えこれもね、えー、具体例を取り上げながら実際の分量をいくつか示してますのでね、えー、どう書こうかということで悩んでいる方いらっしゃいましたらねぜひ参考にしていただきたいと思います。なおですねねこういった通知表早めに、ね 着手すすることとをお勧めしたいと思い思ます働き方改革が始まってね、ねこういった、ね、通知表を廃止するとかね、あるいは簡単にするというところが増えてきていると思いますね、えー。私はその考え方に基本的に賛成です。ですがね、まだこ,う、えー、とこのようにして評価しなければいけないなら、えーね、こういうものも参考にしていただけたらというふうに思います。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。